リソースを共有する複数のキャッシュの概念図、キャッシュコヒーレンシとは共有リソースに対する複数のキャッシュの一貫性を意味する。キャッシュコヒーレンシはメモリ一貫性の一種である。複数のクライアントが共有メモリリソースのキャッシュを保持するとき、キャッシュ間のデータの不一致という問題が生じる。この問題は特にマルチプロセッシングシステムの CPU 間で顕著である。 渦において上のクライアントがメモリのある部分を以前に読み込んでいてキャッシュ上にコピーを保持しているとき下のクライアントが同じメモリ部分を更新すると更新を何らかの方法で伝えない限り上のクライアントのキャッシュの内容は不正となるキャッシュコヒーレにしはそのような状況に対処しキャッシュとメモリの間の一貫性を保つことである一貫性を保つには 同じメモリー置へのリードとライトの振る舞いを定義する。キャッシュコヒーレにしは、以下の条件に適合するよう行われる。プロセッサ P が 1X にライトし、同じプロセッサ P が X をリードする。その間、他のプロセッサがリードやライトを行っていない場合、X は常に P がライトした値を返す。これは、プログラムの実行順序の保持とも関係し、 単一処理アーキテクチャでも常に成り立つ。プロセッサー P2 が 1X にライトし、その後プロセッサー P1 が X をリードしたら、その簡単のプロセッサーが X にライトしていないなら、X は常に P2 がライトした値を返す。これはメモリの一貫性を定義する条件である。P2 がライトした後もプロセッサーから古い値がリードされる場合、 メモリの一貫性が保たれていないと言える。同じ位置へのライトは蓄次化される。つまり、X という位置に対して A という値のライトと B という値のライトがそれぞれ別のプロセッサから発行されたとき、どのプロセッサから見てもライトの順序は一定でなければならず、最終的な値は後からライトした値でなければならない。これらの条件は、リードやライトが、 瞬間的に行われると仮定して定義している。しかし、実際のハードウェアではメモリテン子もあるし、その他アーキテクチャ上の制約によって瞬間的にリードやライトを実行することはできない。プロセッサ X がライトを発行した直後に、プロセッサ Y がリードを発行した時、その間隔が短いと Y には、X がライトした内容が見えない場合がある。 メモリ一貫性モデルでは、ライトで書き込んだ値はその後の他のプロセッサからのリードで必ず取得できるようにしなければならない。分散共有メモリシステムはこれらの機構を素、結合システムに分散配置されたメモリ間でも擬似的に実現し一貫性を保とうとする。ディレクトリとスヌーピングはよく研究されていて、それぞれの利点と欠点がよくわかっている。 スヌーピングは格納度の帯域幅が十分大きければ性能が良い。しかし、スケーラビリティは良くない。すべてのメモリアクセス要求を全体にブロードキャストしなければならないため、濃度数が増えるとバスの帯域幅もより大きくしなければならなくなる。一方ディレクトリはレーテンシが大きくなる傾向があるが、ブロードキャストが不要であるため帯域幅は小さくても良い。 このため、64プロセス最上程度の大規模システムでは、ディレクトリベースのキャッシュコヒーレンシを使うことが多い。キャッシュコヒーレンシを保つための各種モデルやプロトコルが考案されてきた。以下に主なものを挙げる。一貫性モデルの選択は、キャッシュコヒーレンシシステムの設計においては重要である。一貫性モデルには、様々な性能とスケーラビリティのものがあり、 個々のシステムごとにどれが最適かは異なる。さらに、それぞれの実装でどのように状態遷移させるかも様々である。リードやライトで更新するのか無効化するのかによっても4種類の繊維の組み合わせが考えられる。状態遷移の選択によってキャッシュ間のトラフィック量が変わり、それが全体としての実際の帯域幅にも影響する。 マルチプロセッサのキャッシュ間で頻繁に衝突が発生するようなソフトウェアではこの点も考慮する必要がある。ありがとうございます。